居住の権利とは、すべての人間が適切な住居に居住することができるという権利である。主に社会権に属する。居住の権利は人権に関する複数の国際条約で基本的人権として認められている。国際連合総会で1948年に採択された世界人権宣言では25条一項に衣食住を含む十分な生活を享受する権利を 定めている1966年に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の第11条では、食料及び衣類に並んで住居についても、定約国政府に対して相当な生活水準と生活条件の負担の改善を求める権利を全てのものに認めている。1976年には、 1> 第1回人間居住会議が開かれ、人間居住に関するバンクーバー宣言が採択された。適切な住居は基本的人権であり、それを実現することは政府の義務である、と述べている。1993年に国連人権委員会で決定された強制立ちのきに関する決議は、強制立ちのきは居住の権利への重大な違反であると、し、各国政府には、 強制たちの気を防ぐ責任があると述べている。1996年には第2回人間居住会議において人間居住に関するイスタンブール宣言が採択された。居住の権利は生存権を定めた日本国憲法第25条の具体化である生活保護制度の中で住宅扶助という形で保障されている。1991年に出された 社会権規約委員会による居住に関する権利についての一般的意見4号はその住居が適切な住居と言えるための一般的な条件を挙げている。1997年に出された居住に関する権利についての一般的意見7号は強制立ちの木の定義を以下のように述べている。個人、家族及びまたは共同体を彼らが占有している住居及び または土地から意思に反して適切な形の法的、またはその他の保護を与えること及びそれらへのアクセスなしに高級的、または一時的に立ち退かせること。ありがとうございます。